高知県。高知県は、日本の県の一つ。四国の太平洋側に位置する。県庁所在地は、高知市。全国では、鳥取県、島根県に次いで3番目に人口が少ない県でもある。両政国では、土佐国にあたり、県庁所在地の高知市の大半は、土佐国の土佐軍に属していた。日本最後の西流といわれる四万と川のほか。 水辺利用率全国一の仁淀川、物の部川、安田川など、四国山地に源を発する清流が多く流れる。室戸岬、足摺岬、龍河堂、四国カルストなど多くの天然の観光資源を有する。近年は、輸入野菜や徳島県や宮崎県などに押されがちで、あるが、ピーマンやナスやトマト、 高知市の特国トマトが有名で、東京など大都市の高級レストランに出荷しているを、はじめとする、の類の促成栽培でも有名で、県中央部の沿岸部、戸佐市原生村付近は、ビニールハウスが多く並んでいる。高知県は東西に長い四国の南部、太平洋から四国山地の尾根までの範囲で、海の国としてのイメージが強いが、高知市から港南市、 上市と佐山田町南部に至る、高潮平野と南西部の四万都市州が、やや広い平野となっているほかは、そのほとんどが、海の近くまで山が迫る、典型的な山国である。山地率は89%にも及び、全国平均の54%と比べてもその、険しさがよくわかる。最高峰は三峰で、山頂が、高知県単独の場合は手箱山、質的には、 四万十体と呼ばれる堆積岩が多い地域でもあり、土砂災害が極めて多い。その一方で、県西部を流れる四万十川、石槌山から土砂湾に南下する仁淀川、県北部から徳島県へと流れる吉野川など、水量豊富な河川が多くあり、近年はカヌーでの川下りをする人が増えてきている。水不足に悩まされることはほとんどないが、地水は、 古くからの課題となっており、江戸時代初期の土佐藩奉行、野中健山による大規模な河川改修は、県下主要河川のほとんどで実施されている。高知県沖の太平洋を黒潮が流れており、冬の朝などは海面から湯気が立っているのが見える。気候は温暖タウで台風の襲来も多く、1951年。 昭和二十六年以降の台風上陸数は、鹿児島県に次いで二番に多い。太平洋に突き出た、足摺岬、室戸岬は、強風でも知られる。県南西部の山間は大きく開発されることがなく、豊かな山林とダムのない、大きな川が残されている。四万十川は、最後の清流として有名である。高知県の東西南北それぞれのおよび重心は、 以下の位置である。北端は父山、南端は沖の島、高知県、東端は関の浦港沖に浮かぶ葛島、西端はウグル島にある。また統計局の平成22年国勢調査によると、人口重心は都佐市に位付近にある。高知県の年間日照時間は2000時間を超え、全国1から2位が定位置となっている一方、 年間降水量も平野部で2500ミ、mm、リメートル前後、山間部では3000ミリメートルを超え、東部山間部の魚屋なぜは4100ミ、mm、リメートル程度と、日本有数である。よく晴れるが降る時には一気に降る気候であり、このことはあっけらかんとした、土砂人の気質に影響を与えているとする説もある。夏は蒸し暑く、連日のように熱帯夜が続くが、昼間は比較的過ごしやすい。 しかし西部側の地域は北西風が四国山地を越えてフェーンを起こし本州内陸部にも匹敵する暑さとなることがある。四万都市港川崎では2013年8月12日に日本の歴代最高気温記録当時である摂氏41.0度を観測している。平野部での積雪は稀であるが山間部や文後水道側に開けた。 県西部の旗地域平野部では大雪に見舞われることもあり、剣山系、石槌山系の高い山では、厳冬期に寝雪が見られる地域も存在する。冬は晴れ間が多いため、放射冷却が強まった朝などは、高知市でも氷点下になることも多いが、日中は暖かい。その反面、室戸岬や足摺岬などの半島部や沿岸部では無造地帯が存在する。 その温暖な気候を求め、スポーツチームが多数キャンプを設置する。春は、宇和島と並び、ソメイヨシノの開花前線が全国でも早く訪れる、ことで知られる。だが、夏から秋は、頻繁に台風の直撃を受けることがあるほか、台風本体が、東、シナ海から、日本海側を通過する際も南からの、暖かい、湿った風が、四国山地に遮られて、大雨になることもある。 以下の11市6群17町6村がある。町はすべて町、村は村と読む。以下、7つの広域市町村県ごとに記述する。西部、中部、東部、衆議院の小選挙区が2だが、2012年、平成24年第46回衆議院議員、総選挙以前は3だった。参議院では、 高知県選挙区として全県で1区を構成していたが、2016年、平成28年の第24回参議院議員、通常選挙より徳島県選挙区と合区され、徳島県と共に1区を構成する合同選挙区として徳島県、高知県選挙区が創設された。地方債残高、平成21年度、2009年度の県内、 創生産額は2兆1408億円。全国第46位。一人当たり県民所得は約201.7万円で全国最下位である。全国第47位。経済規模の小さな自治体であり、財政力指数も全国最下位である。温暖な気候を利用した早場前の産地で大半の他が8月には軽入れを終わる。特に早期なのはトサピカ。 南国育ちなどの品種で7月20日頃には収穫できる。ビニールハウスによる野菜や花木の栽培も盛んで、園芸王国と称されることもある。昭和後期に栽培され始めたカキのクロリオサは、世界最大のカキ品評会で金賞に輝くなど、園芸業界におけるブランドの価値が高まっている。近年では、トサーカウシやトサジロウなどのブランドで知られる畜産も見られる。 古くから愛岩鳥の産地として知られ、長尾鳥、当店赤鳥、トサチャボなどが挙げられる。カツオの一本釣りが行われている。そうだ、カツオ類の漁獲量は日本国内で1位である。カツオの他に、ビンナガマグロやカジキ類の漁獲量も上位を占めている。日本三大ビリンの一つ、ヤセス杉が有名で、森林率84%は、 日本国内一位であるが、林業従事者の減少により、産地の荒廃が進んでいる。そのため、法定外目的税として、森林環境税を導入し、保全政策を行っているほか、企業との共同による、環境先進企業との共同の森づくり事業を、展開試験内外の27社と森づくりに取り組んでいる。高知県は、 全般的に集積度が低いのが特徴であり、大規模な工業地帯等は皆無である。高知県は陸の孤島と称されるほど長年にわたり陸路交通が不便な土地であり、高速道路の整備が1990年代にまで遅れたことからその商業は県域で循環する性格が強い傾向にあった。高知自動車道高知インターチェンジの開通後は1999年、 平成11年のイオン高知ショッピングセンター、現イオンモール高知）の出店やコンビニエンスストア、ローソンの進出が1997年、生9年の夏頃であり、それまで県内にはスパーなどのコンビニエンスストアしかなかったの急激な増加が見られるようになり、2003年、平成15年頃からは、帯屋町をはじめとする中心市街の衰退傾向が明らかとなりつつある。 2002年、平成14年には、目抜き通りの針間や、交差点に接する高知西部が撤退し、2005年、平成17年11月には大英も撤退した。その後2009年、平成21年をめどに、高知西部跡地については、商業系ビルの建設が予定され、2006年、平成18年6月中旬までに解体作業も完了していた。しかし計画は、 個人消費低迷や原油高における資材高騰の影響により担当企業が白紙撤回を発表して撤退。その後敷地は2009年平成21年11月に大阪の不動産業者に転売されパチンコ店が建設された。なお、大英ショッパーズ高知店の跡地は長らく有料、駐車場となっていたが2014年7月に跡地当たに装飾雑貨の ホニア及びサークル系帯屋町に丁目店がオープン。翌年の2015年7月31日には複合施設帯屋町チェントロが完成した。土砂で運交通は全線電化されている。残りの鉄道路線は非電化。県内に本社、営業所を置く主な事業者高知港からは最近まで大阪高知特急フェリー、大阪南港行きや。 マリンエキスプレス、川崎、宮崎などが運行されていたが、原油価格の高騰に加えて、明石海峡大橋や高知自動車道などの開通の影響に伴う乗船者数の減少により、相次いで廃止された。大阪高知特急フェリーの廃止は特に影響が大きく、野菜などの特産品運送に支障が生じている上である。そのため、現在県内で、 フェリーが発着しているのはスクム港だけである。FM コーチは中継局の少なさから三幹部では放送を受信できない地域が多い。またコさんさんテレビについてもこれまでのアナログ放送については三幹部ではやはり中継局の少なさか放送を受信できない地域が多かったがデジタル新局で中継局を順次開局して2010年平成22年に 先発局と並んで事実上100%圏内全域カバーを果たしたことから受信できない地域も大幅に減りごくわずかに残るのみとなった。高知県には案及び TXN 系列が存在しない。案に関しては取材拠点として大阪、朝日放送テレビ、ABC が高知市局を設置している。高知県は弓なりの地形の北側ほぼ全域を 四国山地に囲まれているため、近隣府県の放送局の電波の受信は、非常に困難であり、近隣府県の電波が容易に受信できる、他の四国山県とは大きく事情が否定いる。西部の大月町で、宮崎県、愛媛県の放送、東部の室戸市の一部、室戸岬町、崎浜町、東洋町で、徳島県、FM 徳島の日和佐中継局、近畿広域県、 和歌山県の放送、主に五房中継局が受信可能な地域あるがそれ以外の地域ではケーブルテレビに加入しない限り高知県を放送対象地域とする放送事業者の放送しか受信できない地域が大半である。2018年現在下記のケーブルテレビに加入できる地域ではケーブルテレビを通じて高知県外のラジオ、テレビ放送が受信可能である。 日本アマチュア無線連盟、ヤールを免許人とするアマチュア無線用中継局が県内各所に設置されている。高知県のレピータは産地率が高く、また太平洋に向かって県土が明けている地形から標高の高い箇所や海沿いの都市、集落間の通信確保のため設置されているところに特徴がある。小学校卒業時に私立あるいは県立等の 中学受験をする者が多く、中学、高校の学力は全体的に私立の方が効率より高い、私だが肯定下だと言える。全国学力テストでは、小学生は全国44から46位、中学生は3年連続で46位である。中学の学力が低いことの理由に、成績の良い子が私学に抜けるためという意見もあるが、 高知県教育委員会が発表した私学の成績を含めた推計値では国語でやや45位の大阪府より勝るものの合計では大阪府と同等かやや劣るとしている2010年平成22年度結果では小学生は全国21位と大きく改善が見られたが中学生は46位のままであった震災の影響で2年ぶりとなり理科が 調査対象に追加された2012年、平成24年度結果でも、やはり中学生、効率は46位のままであった。2008年、平成20年度から始まった、全国体力、運動能力テストでも小学生は、全国最下位の47位、中学生は、男子45位、女子46位で、全国最低レベルであった。 高知県では、日本最後の清流として知られる四万十川や龍河堂、ホエールウォッチングなど自然を売り物にしたものが多く、近年はエコツーリズムにも力を入れつつある。一方で、大型の集客施設に乏しく、観光客数も年間約500万人、県外各のみと、やや定位であるが重要文化財、高知城や古社寺の名所旧跡室戸岬や足摺岬といった、 自然系招致をはじめ、牧野植物園や坂本龍馬記念館などの充実した博物館群、黒潮本陣、中土佐町やオーベルジュ土佐山、高知市など小規模の特徴を生かした宿泊施設が多いのも特徴である。なお、全国へと波及したよさこい祭りは、毎年2万人余りの踊り子が高知市内各地をランブする一大イベントとなっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。